内外のアキレス腱固めです。はい、いきます。はい、まず普通の形のアキレスの形で、この形になったら両方抱えてください。抱えたら両方の膝を中に入れてください。そして内側、この最初に入ってた足を外に持っていって、この足の裏をこうマットにつけてください。つけたら自分の膝の上にあるこのももの根元の部分ですね、ここと相手の膝、ここをくっつけてマットに向かっていく。でマットに向かったら、この反対の足はこう前に押し出す。押し出したらここ自分の手のここをチョップした状態、自分の腰骨をチョップしていきますね。チョップした状態で自分の後ろ側に丸を描いていく。